ホンダは先進の安全運転支援機能であるホンダセンシングの次世代技術を体験できるメディア向け体験取材会を実施した。市場のために用意されたのは少し市販車と形状が異なるレジェンドとアコードの実験者だ。まさに次世代のホンダセンシングの機能を作り上げるために日々様々な試験が繰り返されている実車である。 今回体験したのはホンダセンシング360への搭載が予定される新たな運転支援機能だホンダセンシングとはまずは簡単にホンダセンシングの歴史について振りたいホンダセンシングの市販車投入は2014年11月に発表されたレジェンドより始まった ホンダのフラッグシップモデルからの投入を開始したものの、ホンダの掲げる安全理念セーフティーフォーエブリワンのもと、翌年となる2015年には改良型オデッセイを皮切りに、新投入のジェイドやフルモデルチェンジのステップワゴンと、積極的な搭載拡大を図っていく。現在は国内向けホンダ車に全車標準となっている。 ホンダセンシングを初搭載したレジェンド2014レジェンドに搭載されたホンダセンシングのシステム概要衝突軽減ブレーキや車線維持支援渋滞追従機能付き ACC 標識認識などの初機能を備えた最新の動きでは昨年となる2021年に 世界初の市販車への自動運転レベル3に適合したトラフィックジャムアシスト渋滞支援機能を含む高度運転支援機能付きのホンダセンシングエリートを搭載したレジェンドが3月に限定販売し話題にさらに同年にはホンダセンシングエリートの実現のための 研究開発の知見を生かした全方位安全運転支援システム。ホンダセンシング360が発表され。中国で2022年12月に発売の新型 CR-V より展開を開始している。合わせて読みたいホンダの全方位安全運転支援システム。ホンダセンシング360、ホンダセンシング360、は。 2022年中国発売から適用開始。ホンダは関係者向け、ホンダ安全技術オンラインワークショップにおいて、従来のシス。もちろん、ホンダセンシングも進化を続けており、最新のトピックでは、2022年9月にマイナーチェンジを行った NWGN に新機能として、急アクセル抑制機能が採用され、 その後に発売されたマイナーチェンジモデルのフィットにも取り入れられている。合わせて読みたいホンダ N、WGN マイナーチェンジの注目は、旧アクセル抑制機能。テストコースでその効果を体感した。ホンダ N、WGN、N ワゴンがマイナーチェンジし、新色を追加するとともに N、WGN カスト。日本でも、 2023年中にホンダセンシング360の導入が予告されており、その第一弾が新型 CRV となる可能性が濃厚。その上位のホンダセンシングで実現を、目指す高度運転支援機能を体験してもらおうという趣旨なのだ。ホンダの高度運転支援機能機能といえば、自動運転レベル3を実現した ホンダセンシングエリートがあるが、ライダー、ライダーに象徴される高性能なセンシング機能を、その実現を支えている。センサーの精度が高い反面、高価なシステムとなることが課題となっている。そこでドライバーの監視が必要となる自動運転レベル2のシステムで、エリートの開発で得た技術や知見を活用し、 高度な運転支援機能を目指したのが、ホンダセンシング360の次なるステップなのだ。自動運転レベル3を達成したホンダセンシングエリートを、搭載するレジェンド2021、2023年にデビューが予想される新型 CR-V、中国版ブリーズ2022派登場済みだ。 搭載が予定される3つの新機能とは今回、体験できた機能は、ハンズオフ機能付き高度運転支援機能。ドライバーの状態と前方リスクを検知と回避支援技術。ドライバー異常検知時対応システムの大きく3つに分けられる。ハンズオフ機能付き高度運転支援機能。ハンズオフ機能付き高度運転支援機能は、 いわゆる高度な自動運転レベル2の機能だ。システムがアクセル、ブレーキ、ステアリングを操作し、ドライバーはステアリングの手放しを可能に、同一車線内での車速と車線内維持に加え、コーナーでは、極率に応じた減速を行うことでスムーズなコーナリングも実現。つまり、高速道路や自動車専用道路では、 運転の主体はシステムが担い。ドライバーは監視のみとなるため、運転中の疲労軽減効果は大きい。さらに高度車線変更支援機能も備えており、専用の操作スイッチによる自動車線変更も可能としているという。ハンズオフ機能付き高度運転支援機能を使用して手放し運転が可能。ドライバーが最終的な安全を確認すると、 手放し運転状態で車線変更を開始する。ドライバーの状態と前方リスクを検知と回避支援技術。ドライバーの状態と前方リスクを検知と回避支援技術は、ドライバーの注意散漫や疲れによる見落としに対応する運転支援機能だ。ドライバーをモニタリングし、注意力の低下や万全運転などで、前方の歩行者や自転車、 路肩に停車中の車両などと衝突する可能性がある判断した場合に警告をシステムが緩やかな減速を行い未然に注意喚起を行いつつ車線からはみ出さないようにステアリング支援を行うそれでもドライバーが回避動作を行わなかった場合には音と表示で警告を行いつつ自動ブレーキによる 強めの減速と車線内維持のステアリング操作を行う。ハンドル操作を促す警告が警告音とともに、メーター内のディスプレイに表示されている。これらはホンダ独自の機能だという。その先の回避支援は大きく2つに分かれており、ドライバーの回避動作がなかった場合、 同一車線内に十分な回避スペースがあるとシステムが判断すれば、車線内で減速し続けながら、ステアリング操作による衝突回避の支援も行う。逆にドライバーが回避動作に行った場合、ステアリング操作を行うと減速し続けながら、ステアリングアシストによって衝突回避を支援する。ドライバー異常時対応システム。 最後のドライバー異常時対応システムは、ドライバーをモニタリングし、システムからの操作要求に反応がなかった場合、同一車線での減速、停車を支援する機能、昨今の運転中の体調悪化や意識喪失による、運転不能な状態が発生することを防ぐことで、事故を抑制するのが狙い。もしもの場合に備える機能ではあるが、 緊急通報機能と組み合わせることで、事故を防ぐだけでなく、ドライバーの早急な救助にもつなげることができるため、高齢化する交通社会にとっては欠かせない機能と言える。メーターにドライバー異常検知の警告が表示され、キャンセルされない場合は速度を自動的に落とし始め、最終的には停止する。 新機能は2023年から順次搭載予定。アコードをベースとしたハンズオフ機能体験車両。これらの開発中の新機能を実験者による。体験するのが今回の取材の目的となる。今後、普及が図られるホンダセンシング360では、自動運転開発で培った技術を活かし、 検知性能の強化と対象自己支援拡大による、自己回避支援機能の進化が図られている。そこに高度な運転支援機能を積極的に取り込んでいくことで、交通事故死傷者ゼロに向けた動きを加速させたいとホンダは考えているのだ。それが開発中の機能を含んだ、ホンダセンシング3 6 0ネクストコンセプトであり、 2024年以降に順次、市販車への搭載を計画している。実質的には、2023年より、ホンダセンシング360が、展開されるのだから、その対応スピードはかなり迅速だ。より良いものをいち早く、世の中にという考えなのだ。その一歩先のホンダの先進安全運転支援機能が、 実現する世界の体験については次回に詳細にレポートしたい。